伝承する武術でございます。家直公は64歳にして加藤大臣に1000日の対岸を立て、再開目浴兵法に励み、100連戦端を重ね粉骨の修行の後、香取大臣より新書一巻を授けられたと伝えられ、その後連綿と続いて20代宗家飯笹康貞に至っております。道流には剣術、居合術、柔術、棒術、槍術、薙刀術、軍配法、築城法が伝わっており、総合武術としての兵法から入り、通常の兵法に至るまでの多岐にわたる修行法が現存しております。Hey! Hey! 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 H
はい。